上松が残ってます。陸の攻め手はこの川西、まだ前田は、今前田が上がっていった。さあその前田か、その富樫だ、その前に富樫、わっと富樫だ、富樫のシュートは決まりました。大西クロスボール中央の位置、まだあります、ヘディングシュート、押し込んだ。追いつきたい高崎から川西、左足でポールトのシュートだ、決まった。武田、柳沢、中に入れて、もう一度頭でシュートは入ってゴール、決まった。縦にボールを送る高崎、頭でスルーして富樫でというところでしたけれども、さあ中央へで富樫、右足でゲット。